おじいちゃん、ちょっと散歩しない？ここからあのうち、おじいちゃんが建てたんだよね。そうだよ。この公園もでしょ。よく知ってるな。働いてるおじいちゃん見るの好きだったから。皆様のお困りごとに応え、感動を生み出していく。この思いを胸に、私たちはただその時代の本物を目指してきました。大変だったでしょ。どうかな、嬉しいことの方が多かったな。おじいちゃんの最後の仕事は何だったの？最後？最後はまだだな。え？おじいちゃんの仕事は頼もしい後輩たちがつないでくれるから。ありがとうございました。時代は変われど平成は変わらず。